犯罪は人生や、どうも直島です。岩崎です。今回はね、前回こちら S23 ウルトラをお借りしてんけど、まあ、これとねギャラクシーのデバイスが結構スマートに連携できるっていうことでね、他のデバイスとの連携をやっていこうと思うわ。まあ、そういう名目でね、いろいろもうたくさん借りてきました。まあ、ほんで借りてきたデバイスが3点。まず気になるのがこれやね、ギャラクシータブ。でっかいね。ほんまパソコンの画面の部分だけみたいなぐらいのでかさあんねんけど、この感じになんかね裏にペンつけられるようになってんのよね。いや珍しい。珍しいよな。でこのペンね、他のこういうタブレットと違ってそもそもね充電が必要ないわけよ。だから側面につけようが背面につけようがもう関係ない、好きなところに設置することができる。だからね、不注意でねこうやって置いてたとしてさ、あ充電し忘れてたわみたいなことがないのがね、いいポイントやね。でもう一箇所がこっちやんね。二箇所つける場所がねあるみたいやね。これは面白い。だから二個つけることもできるわけよ。そんな人見たことないけどな。これね、大きさが 14.6 インチあるらしい。でっかい。なんならノートパソコンによっては13インチとかで使ってる人もいるぐらいだから。そうやな、ほんまに。だからパソコンの画面みたいな感じ、うん、大きいと何がええかって言ったらね、あれですよ、お前あれやん、ギャラクシーのスマホ持ってるやろ。ああ Z フォールド4。お前これで何してるってさ、まあ、こう開いた時さでかいから、まあこういう風に分割できるんや。この辺の操作方法はギャラクシーのスマホとも一緒やね。まあこんな感じでたくさん置けると、コンテンツをこうやって置いた時にね、スマホでもそんな風に分割できるぐらいやったら、まあ、これやったら全然しんどいことがないっていうのがええとこなんやろうな。あとねこれリフレッシュレートが 120Hz 出るらしいから、普通に、まあ、仕事用途でも使ってもいいし、コンテンツを見るときに滑らかに動くゲームとかにもいい。綺麗すぎてビビるな。ほんまにな、有機EL やから。このままこれで動画流してもなんか使えそうな気がする。で次はねこれギャラクシーウォッチ、健康管理する時計っていう感じやね。財布携帯みたいなものをピッてすることはできないんやけど、まあ、ほんまになんかジョギングとか睡眠の質を測るとか、自分の健康状態を測るときに使うための時計っていう感じやね。見た目がいいね。そうだね、なんか高級感あるね。黒いところのな、ここのデザインめっちゃ好きや。この部分、黒のこの部分、うん、独特やな。こうやったらね、こんな感じで、まあ、よくあるヘルスアプリが出てくるっていう感じ。で1個だけ試してみよう。体重今何キロ？ 66.0。 このボタン2つに置くと、あ、そう、あ、出た。時計でそういうの測れんねん。なんか骨格筋、体脂肪量、体脂肪、BMI、 水分、うん、代謝、うん、あれか、体重計に足乗っけてるところから計測するみたいな。あーそう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 、それのウォッチ版や。で最後がこれやね、石鹸ですね。確かに可愛いね、これもね。石鹸っぽいね。じゃなくてこれワイヤレスイヤホンなんですよ。まあでしょうね。ギャラクシーバッツ、うん、昔持ってたやつはちょっと黒豆チックやってんけど、これはねだいぶテイスト変わったよな今回で。かなり変わってる。なんか宇宙っぽいイメージだった、ギャラクシーバッツっていうと。あーそうそうそうだね。で開けるとね、この感じでまたおービーンズみたいなアランカルかなのが入ってるんよ。でこれさ、めっちゃちっちゃいしさ、音に期待はしてなかったんやね。意外と良かったんだよね。最近ちょっとまたアニソン聞くのにハマってんねんけどさ、すげえアニソンに合うんだよ。ボヤボヤした感じもなく、なんやろね、芯があるというか、芯が透き通ってるような音、うん、アニソン特有のなんだろうね、打ち込みみたいなサウンドにね、めちゃくちゃ合うんだわ。でかなり音はパワフルに出る。ちょ耳にはめ込んでみてほしいんねんけど、すごいよ。もうずっとつけときたいね。寝る時もそうやし、ご飯食べる時もそうやし。なんかでも耳穴が小さい女性とかに良さそう。そんな感じの3デバイス貸してもらいましたよと。でね、これらで何ができるかっていうのを紹介していくわ。犯罪 TV の動画、まずクイック共有、まあ、これあれやね、シームレスに画像とか動画を送るっていう機能やね。まあ、ギャラクシーデバイスやったら何でも送れるみたい。だからお前の携帯にも送り込むことができる。でそれをどうするかっていうと、こうして、でここに
クイック共有が出てくるから、これ押すと、あ、タブ出てくんなってなるんで、これ押すと、はい、餃子がね送れましたと、シームレスに。まあやからね、まあ、ギャラクシーのデバイスやとこのクイック共有っていうのを使ってシームレスにその送りたいものを送ることができる。こうやって LINE とか使わずに、うん、一瞬で共有することができる。あとはね、なんかこれクリップスタジオっていうソフト知ってる？もちろん知ってますよ。クリップスタジオ、うん、そう、漫画家とかがよく使ってるソフトやな。このクリップスタジオってさ、有料やねんけどさ、使えたとしても1ヶ月無料とかやねんよ。それがなんかギャラクシーやと6ヶ月無料で使えるっぽいよね。なあ、絶対今無料の流れやと思った、ずっと。これ2つ並べてんねんけど、何ができるかっていうと、ここにもねクリップスタジオ入れてんのよ。コンパニオンモードっていうのがあって、これ押すと、あら、外部拡張になるんだよね。そう、まあ、こんな感じで色を変えれるよと、まあ、ここで色を混ぜたりすることもできるみたい。こうこうやって絵の具みたいに、ほんまのパレットとして使えるわけや。そうそうそう。ギャラクシーのスマホはね、パソコンと連携することもできて、まずはねこの上、まあコントロールパネルが出てくんねんけど、ここにね DEX っていうものがあって、なんやこれって思ってんけど、これを押してみます。こうするとパソコンとつなぎますかって出てくるから、これを押す。こんな風になったんだけど、これ 何かっていうと、スマホの画面をパソコン風に表示してくれる機能やね。それだったらパソコン使った方がよくねってなるから、あんまりこの使い方はおすすめしないんだけど、我が思うこととしては、まあ、このスマホを使って HDMI がね使えるケーブルとモバイルモニターを使ってつなぐんだったら、まあ全然ありかなとは思ったね、使ってみて。ちょっとねモバイルモニターがないからパソコンにつないでやっていくんやけど、こういう大きな画面に移してゲームをするとか、あとはねこうスマホでしか編集、まあ、サクッと簡単な編集しかしないよっていう人は、こういうなんか動画編集ソフトみたいなものを入れて、まあ、こんな風に取り込んでちょっと Vlog 風に作ってみるみたいな、スマホもパソコン風に使えるっていう、まあ、かなりねロマン仕様になってますわ。であとね他にもいろいろすることができて、はい、コントロールパネルにね Windows にリンクってあるんだけど、これを押してあげると Windows の設定画面でスマートフォン連携を開く、これを押してあげると、まあ、こんな感じでね開くようになってて、これあれやねスマホの中の画像やねんけど、これをね、まあ、シームレスにパソコンに送り込むみたいなことができます。こうやって、なんやろ、普通やったらケーブルでつないであげてフォルダ探してみたいな感じでやると思うねんけど、まあ、この Windows にリンクやとこうパッとね画像がちゃんとさっと出てくるから、まあ、見やすいし、まあ、すぐ簡単にね画像を共有することができるっていう、まあ、でも最近ニアバイシェアっていうのが出てきてるから、まあ、あれだと思うんやけど、 Galaxy 使ってる人はまあこういう機能を使ってパソコンと連携してあげるといいかもね。まだ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 あります。このサムスンフローっていう機能も結構使える。スマートビューっていう機能、これを押してあげると、はい、出ました。次は Windows のパソコンの中にスマホの画面を出力することができた。まあ、でこれで何ができるかっつうと、スマホの画面をこうわざわざ開くことなくスマホを操作できるっていうことやね。だからもう電話出たいなって思ったらこうピッて押してやればもうできちゃうっていう感じやね。やべえね。ギャラクシーウォッチとの連携やねんけど、まあこれはもう単純にこの時計とスマホ連携すると、ここに自動で連動してさっき測った体組成がこう自動で連携されてんねんけど、まあシームレスに連携できるよっていうことやね。ほんで最後はこれやねんけど、まあギャラクシーのアカウント、ギャラクシータブにも送ってんねんけど、そうすることによってもう何の設定もなくてもこのギャラクシーバッツでどっちも聞けるようになるっていう感じやね。うん、マルチポイント的な、マルチポイントみたいな使い方ができると。うん、ちょっと試しに使ってみてや。はい、イヤホンつけました。で今ね、まあ、普通にこっちがスマホ側流れました。で普通で次にこのタブレットの方で押すと、うん、で流れてる。うん、そういうのをシームレスにできると。
散財 TV の動画。はい、っていうことでね、一通り試してみたんやけど、よくあるような機能のギャラクシー版とかもあったりとか、一番個性的やなって思ったのはパソコンとの連携や。うん、あれいいね。クラッシュオブクランとかやってるからすごい便利そう。待ち時間が終わった瞬間に知りたいわけよ。あ、それでね、わざわざ開かんでもパソコンに移せとけるからっていうことやな。そうそうやね、そういう時便利やんね。今までさ、パソコンはパソコン、スマホはスマホみたいな、そういう固定概念で生きてたから。それが普通ではあるけどそれが普通ではあるけど、まあそういう機能をね、みんながどうやって使ってるかっていうのもね、よかったら教えてください。ほな、散財は人生やで。ありがとうございました。